Nanto Suichouken no shinzui o oshiete yarou.目の前に現れた風土の占い師は死を宣告した。剣王信仰隊が間宮の村に迫るとの情報を得た霊は、ケンシロウ、トキ、間宮に先んじて村に向かっていた。その道中に投げつけられた非常の言葉、占い師はなんと同門の友、衆の力を借りれば その運命から逃れられると告げる。俺は死ねない。荒野のように荒んだ心を癒してくれたケンシロウ、マミア、そしてリンたちに自分は何も与えていない、何も返していない。レイは衆のもとに向かった。美しき水鳥は死の宿命に立ち向かうため 飛び立つ。シュ、お前の力を貸してくれ。うん、共に視線を越えよう。第1話、妖精の罠。
の動きは人間では捉えることはできん。ラオウ本体の動きが速い。すでに包囲されてしまったか。レイ、皆を連れて逃がしてくれ。ラオウは私が抑える。ラオウ、この場で俺が片付けてやろう。この世の覇者の剣、シデの土産に持っていけ。チュウ、一人でラオウと戦うなど無茶だ。俺もレイよ、ここはお前の仕事ではない。私のことは決める。Give me
哀れな連中だ。おお、友の戦いぶりが私の心にも熱く伝わってくる。やないわ。
気持ちだけで、この時代でも生きていてよかったと思います。ここはどこだ。残念でした。何章の章ともあろうものが何という集大、これを失望させるな。レイユダ、お前が手を貸してくれるというのか。大道芸で俺を倒せると思ったか。以前に増して技が切れているな。助かりました。ここまで来れば安心です。様に盾つく者は死すべし。この竜はその血を食らってやる。逃げろ。怪我す枝を払う。奴を倒せば好きなだけ褒美をくれて、どんな手を使ってでも奴をぶち殺すのだ。泰山天狼、その闘気を味わうがよい。手ごわいな。今なら押し返せる。死なれては困るのだ。なぜならお前はこれより俺のしもべとなる。何？どういうことだ？お前の妹アイリに爆弾を仕掛けた。お前は俺に従うほか選択肢はない。なんと水長剣の神髄堪能したようだな。
水鳥は妖精ユダの網にかかった。妹アイリの体に仕掛けられた致命の罠、どうすることもできない怒り、もどかしさを抱えつつ、レイはユダの軍門に下る。やがてユダは北斗抹殺を掲げる聖帝サウザーと組む。ケンシロウとの戦いはもはや避けられぬ状況となった。関係をロースユダ、野望に突き進むサウザー、サウザーに抵抗する剣王ラオウとケンシロウ、そしてレイの心の不安定さを危ぶみそばにいるシュート間宮、乱世に飛び交う思惑、交差する思い。そんな中、レイはただじっと耐えていた。再び空を舞えることを信じて。ユダ、貴様、異性が妖精より美しく輝くことは神が許さぬのだ。第2話、水鳥は飛ばず。雑魚が千匹かかってこようと、これは倒せん。剣王軍の指揮を取っているのはラオウの犬アミバか。雑魚どもを皆殺しにして暴れ出せ。逆らえば愛する妹が血に染まることになる。言うためだが、アイリのため今は力をしかない。我らはエクリムとは関係ない。見逃してくれ。いけにえどもの悲鳴は実に心地よい。みんな大丈夫だ、きっとレイが助けてくれるさ。バット、レインもそこにいるのか。待ってろ、今行くぞ。奴らなど放っておけ。従わねばアイリの命はない。すまぬバット、助けには行けぬ。誰も助けに来ないじゃないか。レイとかいうやつは何やってんだ。レイ、私に任せてくれ。民一人とて見捨てるわけにはいかない。どうしたんだよレイ、何か事情があるのか。さっさとかかってこい。
僕は守れ。シュー、俺のために、俺のために、見殺しにしてしまった。俺は天才だ。シューは打ち取った。聖帝軍よ、俺に従うのが賢い生き方だぞ。後でまとめて踏み潰してくれよ。
など天才の前では無力。もう一度言う、貴様らは無力だ。レイよ、アミバを探し出せ。そして息の根を止めるのだ。きっとアミバの兵が知っているはず。引き出しましょう。なんと水長剣の鋭い手刀は大気の中に真空波を生む。存分に前、この小生のためにな。あんな化け物初めて見たわ。アミバの居場所知らねえよ。ほんと知らねえんだよ。どうやら貴様は最高のデクになりそうだ。アミバよ、悪く思うな。アイリのためにここで死んでもらう。極限まで肉体を強化したこの俺に死などあり。なんとか剣王軍を撃退できたわ。バットもリンちゃんも無事でよかった。マミヤ、その美貌と勇気、そしてディアン、我が知略に利用させてもらおう。ユダ、何を企んでいる。まさかマミヤを地母星の代役に。地母星はナントの正統血統、その権威は偉大だ。偽物であってもな。
害を知らぬ者には決してわかるまい。レイは動けなかった。そして彼は友を失った。レイの全てを飲み込み散った人生の男シュン、友の熱い思いと己の不甲斐なさに震えるレイだが、彼らの情を見てもサウザーとユーダは全く動じなかった。彼らは北斗抹殺の目的に向かって淡々と突き進む。その先にある力と恐怖が接近するナントの天を目指して、そしてついに北斗とナントの決戦の時が来た。この戦いに勝てば決着はつく。全てが終わる。解放される。だがレイは戦場に立った。そして彼は友と戦う。許せ、ケン・レイ。第3話、苦渋の決戦。
前の動きは人間では捉えることはできん。なんと最後の章も俺の手に落ちた。あとは北斗を滅ぼすのみ。レイ、分かっているな。逆らえば貴様の妹は。この戦いに勝って貴様は何を得る。勝利の先にあるのは虚しさと孤独のみだ。違う、帝王とは不幸な存在。帝王の世は粛清によってのみ成り立つ。サウザーの歩む道は常に孤独な帝王の道だが、それは真の望みではないはずだ。サウザーのためなどではあるまい。戦う理由などもはやどうでもいい。この戦いで決着がつく、それだけだ。考えそうなことだ。勢いが戻った。このまま押し込め。ばかりに戦いに巻き込んでしまった。大丈夫よ。
レイ、アイリさんはきっと助かる。マミア、お前は強い。久しぶりだな、ケンシロウ。ここで決着をつけてやる。いいだろう、来い。レイ、ケンシロウを殺せ。このに選択の余地はない。分かっている。レイ、手でお前を倒すことになろうとはな。引きはせん。それが北斗神拳の宿命だ。レイ、俺とは戦いたくない。それは俺とと同じこと。ガンガ、俺はお前を倒さねばならん。この命、時代の礎となるなら本望。時は許せ。アイリのために死んでもらう。犠牲のせがれにしたくない。宿命がある。今倒れることはできん。
ドキオも倒したか。俺の操り人形はよく働くものだ。貴様らは俺様を怒らせちまった。もう後悔しても遅いぞ。Hey!
再戦。北斗破れたり、天空に輝く極星はこの聖帝サウザーの勝勢ただ一つ。俺は剣たちを倒してしまった。だがこれでアイリーは愛を知らぬ者には決してわかるまい。ついに水鳥の羽はもぎ取られた。抗うこともできず、進むこともできず、逃げることもできず、レイの選択肢は一つ、従順でいること。愛する女のためにユダに屈していること。だがその愛する女は自らに課せられた悲しき運命に逆らうように反乱を起こす。サウザーの圧政に抵抗するため
苦しむ人々を救うため、それは平和を愛する者としての当然の行動。レイ、お前はどうする？どう動く？犠牲はついにヒエロの星のままなのか？レイ、サウザーやユダの下では平和な世なんて実現できない。そんなことは分かっている、分かっている。最新は愛に飛び立つ。雑魚が千匹かかってこようと、俺は倒せん。マミアの人望により、なんとは求心力を得た。偽の地母性とはいえ、その力失うには惜しい。レイよ、マミアを連れ戻してこい。そうすればマミアの命を助けてやろう。ゲスめ、俺だけでなくマミアもまだ利用する気か。レイ、もうユダに従う必要なんてないのよ。私と共に立ち向かいましょう。ダメなんだマミア、俺は鏡を避けられている。俺はお前に死んでほしくない。だから頼む、戻ってくれ。レイ、私は戻らないわ。死んでも悪になんて屈しない。マミア、お前マミア！ユダの暗殺部隊、どういうことだ？とにかくマミアと民を救わねば。どうなってもいいのだな。私は死んだっていい。お願いレイ、苦しむ人々のために戦って。マミア、お前の愛が、勇気が、俺に戦う心を取り戻してくれた。Yeah!
お前を救ってみせる。だから俺を見守っていてくれ。ありがとう。ヤツを倒せば好きなだけ褒美をくれてやる。手を使ってでも奴を振り倒すのだ。哀れな連中だ。レイ、あなたが味方で本当に良かった。いかなる猛者であろうと俺は倒せぬ。正規猛派。
Yeah.
そんな大道芸で俺を倒せると思ったか。見事だ。いい顔になったな。おっかねえやつだ。レイ、帝王に反乱した罪は軽くはない。この俺自らが裁いてくれる。マミア、ケン、手は出さないでくれ。俺が決着をつける。待っていろ、サウザー。シャイ。愛を知らぬお前に俺は倒せん。帝王のこの体、ゲロには触れることもできぬわ。ナントの極性は我が勝勢、衛星には負けぬ。ナントの暴走を抑えるのが犠牲。この見砕けようとも貴様を葬る。小生が衛星に敗れるのだ。愛を知らぬ貴様には分かるまい。大丈夫か。また野党が村に入ってきたの。俺が本気を出したらすぐに逃げやがったぜ。あなたは腰抜かしてただけでしょ。野党より何よりマミヤさんが一番怖え。バット待ちなさい。バット、ほら、いやだよ、今日許さないんだから。こっちこっち、ほら、待て。愛する者の笑顔を見て、愛する者に囲まれて暮らす。ケン、俺はこの瞬間を必ず守り抜いてみせる。こうしている間にも剣王軍が間宮の村に近づいている。策を弄すれば俺は助かるかもしれないが、愛する者が死なぬという保証はない。だから俺はたとえ死を予言されても、今そこにいる愛する者を助けに行く。
you